うわ、寝袋畳むのめんどくさ。しかもこの袋ちっちゃすぎやろ。まとめるのしんどいなって思ったことないですか？こんにちは、たくむです。今日は一風変わった企画です。キャンプ中って知らないうちに時間をね、無駄にしてることが多いんですよ。今日はその対策としてキャンプの時短アイテムをざっと紹介します。今のキャンプグッズって本当に人類のね、英知が結集されてるんです。今日紹介するグッズでどんな風に無駄を省けるのか、ぜひ楽しみながら見ていってください。それでは行きましょう。一つ目のアイテムがこちら、大型のスタッフバッグです。あなたは思ったことないですか？キャンプの翌朝起きて寝袋畳むのめんどくさいな。確かに寝袋ギューッとね、畳んでいけば最初付属でついてきた袋に入れることできるでしょう。でもあの手間って実は結構無駄なんですよ。というのもダウンシュラフなんかは特にそうなんですけど、ギューッとね、圧縮したまま家で保管してると最初ほどパッと膨らまなくなるんですよ。そしたら保温力が損なわれてしまうっていうので、せっかくキャンプ場で丸めてもまた帰ったらその袋からね、出して保管することになるんです。そうなるとですよ、めちゃくちゃ合理的なアイテムがこの大型スタッフバッグです。この袋ね、そもそも防水の袋なんで、キャンプ道具運搬中になんか液体がかかってダウンシュラフ濡れちゃったとか、大雨でこう水が浸水してきて寝袋が水没しちゃったとか、まあそういうね、最悪の事態にも備えることができます。さらにこうスタッフバッグにダウンシュラフ詰めてもらったらわかるんですけど、こういい感じにね、シュルシュルっとこう収まっていく生地なんですよ。こうみるみるちっちゃくなっていくんで、こういうサイズ感までなりました。だからダウンシュラフの空気を抜きやすいっていう意味でも、このスタッフバッグって優れもんなんですよ。そんなわけでこの大型スタッフバッグがあれば寝袋の撤収は1分で終わります。でさらにスタッフバッグって表面がね、結構しっかりとしたナイロンでできてるものも多いです。だからトランクにちょっと雑にね、ポンと押し込んでても寝袋の表面生地が薪でえぐれちゃったとか、そういうね、被害も抑えれるんです。そんなわけでキャンプのめんどくさいを解決する最強の時短アイテムがこのね、大型スタッフバッグです。2つ目のアイテムがこちら、小物の収納袋です。泊まりでね、キャンプに行きますってなった時に必要になるのが、そう、肌着だったり靴下、歯ブラシセット、日焼け止めに目薬、さらに冬はね、持っていかないとしんどいリップクリームとか、そういうね、細々とした道具が挙げられます。まあそういう僕たちがね、普段から使っている小物に加えて、さらにキャンプ道具の中でも小物ってたくさんあるんですよ。ってなってくると、いよいよ収集がつかなくなります。そこでね、重宝するのがこういう小型のスタッフバッグなんです。さっき紹介した寝袋入れるやつなんかはもう60リッター、70リッターのスタッフバッグなんですけど、今度はその対極です。もう 0.5 リッターから2リッターぐらいまでの超小型のね、スタッフバッグなんですよ。今袋ごとにね、同じ系統のものを詰めてパッキングしておけば、まあカラーもカラーだし、こうリュックの中にね、詰めててもすぐに取り出すことができるんですよ。で、さらにいいのが、これね、防水の袋なんで、例えばモバイルバッテリーとかスマホ充電するためのケーブル、当たり前ですけど濡らさない方がいいですよね。そういうの入れておいても安心なんで、これも陰ながら役立つアイテムなんです。で、僕スタッフバッグ好きでいろんなの使ってきたんですけど、最近見つけました。めちゃくちゃ使いやすいなっていうのが、このね、グラナイトギアっていうメーカーから出てるエアジップディティフルセットっていうシリーズです。止水ジッパーがついてるんで、まあ、水濡れにも強いですし、すごい薄いのに丈夫な素材でできてるんで、普段使いだったりこう休日のね、旅行なんかに持っていくにもバッチリなアイテムです。こういうのがあると本当に便利なんですけど、まあ、中にはね、それでも困る小物ってあるじゃないですか。例えば小さめのトングだったり、ちょっとね、鋭利なキャンプ道具で、そういうやつはまたね、これいいんですよ。マックスペディションっていうメーカーから出てる小型のポーチです。もうね、このチャンネルで何回目やぐらい紹介してるアイテムなんで、見飽きた方はさっとね、飛ばしてほしいんですけど、まあ、本当に18センチ以内ぐらいの小物だったらドラえもんのポケットかっていうぐらいいろいろ詰め込むことができるんで、まあ、小物収納は大きくね、この2種類のポーチがあれば完璧です。続いてのアイテムがこちら、設営とか移動が楽なテントです。もうテントの設営からね、時短していこうっていう、もう結構ね、根本的なところなんですけど、ちょっとここ傾斜あって、なんか寝てみたら
寝心地悪そうだなとか、ここテント張ったはいいけど水はけ悪いかもしれないっていう時にすぐにね移動できるテント、これが結構便利なんですよ。でその観点からいくと、もうね一番楽なのがこういう自立式のテントです。どうしてもこういうねドーム型のテントって少人数用に作る方が適してるんです。例えばソロとかデュオが多いよっていう方は圧倒的なアドバンテージです。で特にね自立式の中でもこうスリーブにポールを通していくタイプと、ポールをね組み立ててからフックなんかでパチパチって、吊り下げるタイプがあるんですよ。まあ、風が強いこう稜線のねテント場なんかで張るんだったらやっぱりスリーブの方が強いのかなと思うんですけど、普通のキャンプだったら吊り下げ式の方がより設営が楽な印象があります。まあ、とはいえね最近かっこいい非自立型のテントとかも多いじゃないですか。ってなるとこう自立式じゃないタイプのテント導入する方の気持ちもめっちゃわかるんですよ。そこでね非自立式テントを買うんだったら設営が楽なのがやっぱりワンポールのティピー型テントです。地面にね直接ペグダウンして、ポールを1本中に入れるっていう構造なんで、必然的にね張り網の数が少なくなるんですよ。同じ理由でこういうパップテントも結構設営が楽です。まあ、一般的にテントの設営って張り網の数が増えれば増えるほど、ポールの本数が増えれば増えるほど大変なんですよ。これからねテント買うんだって方はぜひ参考にしてみてください。続いての時短アイテムがこちら、設営の早いテーブルです。これね外のフィールドホッパーっていうマジで考えた人天才だなっていうアイテムなんです。ご覧のように袋から出して1秒で設置、畳む時も半分に折ってから両端のね足をポンポンと叩くだけなんで2秒ぐらいで片付けが終わります。まあ、カップ麺とかお箸それからコップ地面に直接置くのってちょっと抵抗ないですか。まあ、そんな意味で釣りトレッキングソロキャンプ何でもいいんですけどアウトドア好きは一つ持てて損はないアイテムだと思います。続いてのアイテムがこちらカラビナです。思ったことないですか？ランタンこの下に置いてるけど上から照らしたいんだよな、そういう時に活躍するのがカラビナです。まあ、実はねロープが1本あればほとんどのことできちゃうんですけど、輪っかを作るためのロープワーク、こういう一手間一手間が、積み重なって結構しんどいんですよ。だからランタン吊るしたりヘッドライト吊るしたり、あと地面に置いててこう踏んづけたら嫌だなとか潰したくないメガネとかね、ああいうのもこうケース忘れていった日なんかには上から吊るしておくと便利です。あとねキャンプで絶対使うものとして張り網があります。こういうのも長さごとにこうやってまとめておくことができるんですよ。さらにねスーパーでもらえるあの袋あるじゃないですか、あの持ち手の部分なんかもカラビナあったらどこにでも吊るせるんで、これはいろんなシーンで時短につながるアイテムです。でそのつながりでね2つほど紹介します。1つ目がこちら、ケーブルなしで充電できるランタンです。あなたは経験ないですか？まあ、どっか出かけるときにモバイルバッテリーは持ってきたんだけど充電ケーブル忘れたなみたいな。ケーブルって結構お家でもこう USB のタイプ C だったりタイプ A 使ってますよね。だからキャンプにね忘れていくシーンが多々あるんですよ。まあ、そういう時に重宝するのがこういうねケーブルいらずで充電できるタイプのランタンです。USB ポートに直接ね差し込むだけで充電ができるんです。さらにこうキャンプ続けてたら小物って増えてくるんですよ。そしたらこう全部ね線で繋いでたら結構ガヤガヤしちゃいます。見栄え的にもスッキリするっていうのでこのゴールゼロのランタン結構おすすめです。でケーブルなしで充電できるっていう意味であの取り回しが非常に便利なのがこういうねワイヤレス充電付きのポータブル電源です。まあ、もちろんねこのワイヤレス充電目的で買うにはあまりに高いアイテムだと思うんですけど、さっき言ったようにキャンプ続けてると小物はどうしても増えてきます。そいつらをね一気に挿して充電できちゃうっていう意味で、すごい時短につながるんでもし予算があればすごい便利なアイテムです。続いてのアイテムがこちらスーツケースベルトです。キャンプ帰る時に困ったことないですか？薪がちょっと余ったな、うわトランクにどうやって入れようかな、あれ地味に困りますよね。まあ、薪ってあんまりこう揺れるとボロボロねいろんなもの落ちてくるし結構嫌じゃないですか。そこで薪をまとめる時に重宝するのがこのねスーツケースベルトなんですよ。数百円で結構な長さ買えますし、工夫次第でアウトドアのね幅を結構広げてくれるんで最後片付けの時に、まあ、薪をねパッとまとめれちゃう便利なアイテムです。続いての時短アイテムがこちらサンダルです。
あなたはキャンプにサンダル持って行ってますか？僕もね、登山を結構ちゃんと始めるまでは全然重視してなかったのがこのサンダルなんですよ。でもごつい靴を履いて山の上登りました。で、やっとテント立ててくつろげるっていう時に、こうスケート靴みたいなごついものを履いてると全然くつろげなかったんですよ。そこで導入し始めたのがこういうねサンダルなんです。で、あれやこれやといろんなサンダルを使ってきた結果、最後に行き着いたのがなんとね、ダイソーで買ったサンダルだったんですよ。めちゃくちゃ軽いし惜しげなく使える。それでいてあんまりこう安っぽく見えないじゃないですか。そんな意味で軽量サンダルは実は100円ショップに売っていたっていうオチなんですけど、タープの下のリビングスペースとインナーテントとかね、寝袋を広げてるテントのスペース、ここ結構行き来する機会ありますし、炊事場とかテント行く際も毎回使います。これもね、靴を履くのとサンダル履くのでは全然ね、やっぱり手間が違ってきます。さらに非自立型のテントで床がねないテントの方はもうずっと靴履いてるのがデフォルトの状態なんですよ。そこでねサンダルを履いてると、一気に開放感を感じます。だから安いのでいいんで、一つあると手間が省けるアイテムです。続いてのアイテムがこちら、大きめのウォータータンクです。キャンプ中に水が足りなくなって炊事場と往復した経験ないですか？で、インスタント麺何杯分か作ろうとか、ちょっとね手洗おうとかってやってると、すぐにキャンプサイトの水ってなくなっちゃうんですよ。そんな何かと水が必要な場面で活躍するのがこういうねウォーターパックなんですよ。こっちで3リッター弱入りますし、これでね 1.5 リッターぐらいの容量です。で、普通のねペットボトルでいいじゃないかと、何が違うんだっていう話なんですけど、持ち運びの時のサイズが全然違うんですよ。キャンプが終わって帰る時も、中の水さえ抜いてやるとこの傘で収納できるんで、すごいアナログな発明ではありますけど、こういうねソフトタイプのウォーターパックってやっぱりすごいなと思います。ドロメタリーバッグ、10リッターとかね6リッターとか大型のものもあるんで、こういうねウォーターパック導入すれば水が足りなくなって炊事場にね走っていく手間が随分と省けます。で、こういうソフトタイプのウォーターパックもいいんですけど、水筒が好きなんだよなっていう方もいると思います。そういう時はこれね、ナルゲンボトル、これは 500ml なんですけど、アウトドアで使うんだったらやっぱり1リッターくらいは水入る方が便利です。これとかはね、沸騰してるお湯を注いでも大丈夫って言われてるんですよ。だから冬場はね、湯たんぽとしても使えますし、1リッターも入れておけば朝まで全然持つんです。そんなわけで、大きめの水筒なりウォーターパックなり、ちょっとね余分に水を汲めるものがあると時短につながります。続いての時短グッズがこちら、蓄光性のあるアイテムです。あなたは暗いテントの中で目覚めて、あれ撮りたいな、どこだどこだってなったことないですか？そう、めっちゃあるあるですよね。そこで僕が重宝してるのがこういうね蓄光性のジッパーなんですよ。これは昼間ね、日が当たるところに置いておくと夜暗闇ですごい光ってくれるんです。だから真っ暗なテントサイトでヘッドライトをつけなくてもどこにあるかすぐにわかるんですよ。例えばリュックのポケットなんかにつけてると、あのアイテムを取り出そうって時にすぐにね開くことができるんです。で、同じくベッドサイドに置いていてすぐに手に取りたいアイテムってのがこのね水筒です。これもさっき紹介したナルゲンボトルなんですけど、蓄光性があるんですよ。こう寝起きでね、目があんま見えてなくても暗闇で結構光って見えます。どこにあるのか一発でわかるんで、興味あるよって方はぜひね、この蓄光性のアイテム一つ導入してみてください。続いてのアイテムがこちら、中綿が化学繊維の保温着です。ちょうど今からの季節です。日中とはいえ温度もねそこまで上がらなくて肌寒いじゃないですか。だからキャンプシーンでも何か上に羽織って作業する機会が多くなると思うんですよ。そこで便利なのがこういうね中綿化学繊維のウェアなんです。外はナイロン、中に綿が詰め込まれてるっていう意味で、ダウンジャケットなんかと構造は本当に似てるんですよ。ただ中に化学繊維が入ってることで何がいいかっていうと、一気にね蒸れにくいんですよ。さらにこう設営とかしてるとちょっとぐらいはやっぱ汗ばむじゃないですか。でもこれだったら別に脱ぐ必要ないんですよ。ダウンってその特性上どうしてもね水を吸っちゃうし、水を吸ったらこれぐらい広がってたのがキュッとね、へたっちゃうんですよ。
だからこれだけデッドエアっていう、まあ、空気の蓄えが減って本力がなくなっちゃうんですよ。もう化学繊維の中綿ってほとんどねゼロに近いぐらい水を吸わないんで、そういうね空気の層がへたる心配がないんです。だからある程度ね動いててもそのまま着用していられます。まあこういうねダウンジャケットだったら、脱いだり着たりを繰り返さないといけないんですけど、そういう手間が省けるんで、化学繊維の中綿が入ったタイプの、まあ、保温着っていうのはめちゃくちゃ重宝してます。これはねモンベルに売ってるサーマラップジャケットってやつです。僕ねモンベルマニアなんで、もし冬の保温着迷ったらこの動画チェックしてみてください。続いてのアイテムがこちら、アルミ製のクッカーです。あなたは何でできたクッカーを使ってますか？まあどれ使っても一緒でしょう、そんなに気にしないよっていう方いると思うんですけど、まあまあこと今ぐらいこのね燃料感が高くなってくると、やっぱりなるべく早くお湯を沸かしたいし、なるべく早く火を切りたいんですよ。ガス管の燃料節約したいじゃないですか。そこでね早くお湯を沸かすっていう意味で便利なのがこのアルミクッカーです。アウトドア用のクッカーって大きく3種類あるんですよ。アルミ、こういうステンレス、こういうチタンと、まあ、その中で一番熱の伝導率が高いのがこのアルミ製のクッカーです。まあ、それだけ効率よく温まるんで、ガス管が一つしかありません。なるべく大切にガス管使いたいんですっていう方は、やっぱりアルミ製のクッカーを使うっていうのが一番理にかなっているかなと思います。で、まあ、アルミクッカーのデメリットは、まあ、ちょっとねボコボコ変形しやすかったり、アルミって表面コーティングされているものが多いんですけど、あんまりね無茶な熱のかけ方をしたらそのコーティングが剥がれちゃうから、まあ、無茶なことはできないとか、そういうデメリットは確かにあります。まあ、それをね差し置いても、この軽さといい、熱伝導率の良さといい、価格帯といい、まあ、バランスが取れてるのがアルミクッカーなんで、いろんな意味でアルミ製のクッカーはおすすめです。ちなみに僕はね、ダグの焚き火缶っていうのを愛用してます。深さがあるんでめっちゃ使いやすいです。最後のアイテムがこちら、ゴミ箱代わりのスタッフバッグです。今回思いのほかねスタッフバッグが出てくるんですけど、これはゴミ箱に特化したスタッフバッグなんです。でどんな風に時短につながると思いますか？そう、ある程度の防水性があるから、例えば食べ残しが出ちゃいました、それをちょっと新聞紙でくるんで捨てておこうとか、それぐらいだったら全然できますし、何よりも匂い対策がバッチリです。例えばスーパーでもらった袋にカップ麺のね食べ終わったやつ入れてテントの中置いとくと、まあ、すごい匂いがしてくるんですよ。でもこのゴミ袋用のスタッフバッグ、匂いもねやっぱり漏れないんですよ。だからカップ麺食べ終わった後入れて、くるくるっと蓋をして閉じておけば、これねリュックサックの中に入れておいても全然ね他のものに匂いとか移らないんですよ。まあ、キャンプの生き死はすぐに取り出せる場所に入れておいて、ここに杉っ葉とか麻紐入れておくと濡れから守ることができますし、まあ、ビニール袋って夜のキャンプサイトで広げるとめっちゃうるさいんですよ。これだったらほとんど音もしないんで、そういった意味でもおすすめです。まあ、たくさんのね袋を使ってゴミを捨てることに比べればすごい時短につながると思うんで、最後に紹介しました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日のね時短アイテム少しでも参考になったよって方はグッドボタンとコメントお待ちしております。それでは楽しいキャンプライフをご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。